はい、サイワイドワイドワイド。はい、皆さんこんばんは。十一月二日月曜日時刻は午後七時を回りました。伊波畑一の闘牛列伝のお時間です。さあ、この番組は沖縄伝統の文化闘牛牛煽性について語っていく闘牛情報バラエティ番組。パーソナリティは沖縄唯一の闘牛実況アナウンサー伊波畑一がお届けしていきますよ。よろしくお願いいたします。えー、いよいよですよ、皆さん今週。 全東闘牛大会一年ぶりの全東大会が開催されます。長かったです。一年ぶりです。ああ、一年ぶりの全東闘牛大会。まあ今回はこのやっぱ新型コロナウイルスの影響ですね。まあ二大会に分けて、今週が第一回、十一月八日軽量級、中量級のタイトルマッチ。そして来週十一月十五日には全東一。 まあ、いわゆる無差別級のタイトルマッチの大会を行うと、えー、各大会10試合ずつ対戦カードが組まれております、まあ、先週も発表したようにあのチケットが今回、ねまあ、特別な売り方で前売り制となっていて、えー、ウルマ市内ではキャッスルハイランダー沖縄市はヤラ東牛ビデオさんギノワンは国営ビデオで南部の方行育と南城市大里満腹食堂での販売、えー、これもです、ね、販売開始と同時にあっという間にもう全て売り切れ完売となってしまいましたなので今ラジオを聞いている方 あのー、当日券というのは申し訳ございませんがこれもう今回ありませんえチケットが手に入ったご購入いただけた方のみとなっていますまたあの当日の混雑を避けるためにですね皆さんあのチケット購入された方裏に名前と住所電話番号もかなあの書ける場所がありますのでそこに事前にですね、えー、書いてもらった方が当日スムーズにいきます。はい事前に えー、書いていてもらった方がですね、あのー、当日スムーズに受け付いくことができますのではいチケットを手に入れたという方手に持っているという方はですねもうあらかじめその記入をお願いしますまた、あのー、記入した後この記入者以外の使用は禁止となっておりますなぜ記入するかというと万が一、そこでコロナが発生した場合、えー、そのすぐに連絡先追跡できるようにということでの対策となっておりますので記入者以外の お天はお控えくださいまた闘牛大会今回はあのー、感染症対策としてソーシャルディスタンス間隔を空けての闘牛観戦はもちろんですあとは飲食ブースも当日はございませんいつもだったらパーラーが入っていますがそのパーラー飲食店も今回はありませんので、えー、皆さんで各自で飲み物食べ物は持ち込み持ち込む分には OK です はい、持ち込む分には OK です会場での販売がありませんのでそこは皆さんご了承いただきたいと思いますさあ伊波大使の東急列店今日この後8時までの生放送ちなみにあ、えー、いつもの池原雅俊休みですもう言い訳がすごくてですねなんて書いてるかなえっ、ー、と先週は足が痛くてよ今日まで休もうね先々週朝から出っ放しで疲れてるから休もうね で今日来たメールが、今月いっぱい休むと来てますね、久しぶりの全統闘牛大会復活の時に、今月休むというこの考えが、ちょっとよくわからないですが、はい、皆さん、池原雅俊、どっかの居酒屋、飲み屋で見かけたら、ええ、あんた、今日ラジオじゃないのかと突っ込んであげてください。全統前に休むってあるかと、ええ、そういえば雅俊はチケット取れてるんですかね。はい、もう早い人だとお、前日の夜11時から、布団をかぶり待っていたというような情報も聞いております。 すすごいですまさにこれが沖縄の闘牛みんなが待ちわびていた闘牛1年ぶりの復活闘牛ですさあ闘牛列伝この番組はやら闘牛ビデオ居酒屋牛神プティフールおでん大吉上村酒造菊原工務店徳之島居酒屋いよいよい石川サービスステーション 各社の提供でお送りしていきます。 闘牛レッスンをお届けしておりますよさあ今日も生放送いきましょう1年ぶりの開催となっているうるま市長杯琉球新宝社杯争奪戦第113回秋の全頭闘牛大会が開催されますあー長かったですね長かったまたあのー、コロナのになってからの こういう1000人規模でのイベントっていうのは今回が初めてじゃないですか,だからこれによっては、まあ、今後の沖縄のねライブとか、えー、いろんなイベントの動きというのも僕は変わってくるかと思いますよで2週連続の前頭とやっていますがこれもねやっぱちゃんと1週目からしっかりとしたきちんとした対策を持ってやらないとまた今後の東球大会にも影響が出てしまいますのではいそこはですね あのー、皆さんで、えー、お客さんもですソーシャルディスタンスとか各自でこのルールなどを守っていただいてですねみんな楽しくこの大きな伝統闘牛、うん、見ていけたらなと思っておりますよさあ全10試合まず第1週の闘牛大会風切りから紹介していきましょう風切り戦石川闘牛組合の全 おー来ましたこの善という牛はもともとはあの島根県隠岐の島ですねはいで活躍していた牛2年前の全国闘牛サミット沖ノの島大会でも出場していた牛ですまあ、それを、ね、沖縄の関係者が気に入って購入してきたわけですが確かウルマ祭り闘牛大会かなの時にも出場してえ勝利しております善沖ノの島の闘牛というのはやはりこの角の形タッチューですよもう黒毛黒毛和酒のタッチュー はい、もう向こう行ってびっくりしたのがもう全部同じような顔もうアコウとか白袋模様のパンダもいないですもうみんな立派な黒牛で角はもう本当にタッチュー、まあ、なんていうの沖縄でもたまにタッチューはいるけどどっちかというと都会気味のタッチューじゃないですか違うもう沖ノ島のタッチューはもう本当にタッチューもう真上もう垂直に伸びているあのタッチュー ですねえー、過去には軽量級沖爆弾という牛が活躍しておりましたが、はい、お久しぶりにまた沖の,沖の島の牛があれ全東大会に出場ですよあそっかもったいないな今回のこの東急大会プログラミング産地入れてくれたら面白かったのになこの善は沖の島さんです はい、こういったところを見てもらえるとで対戦相手は峰電機竜備南部闘牛組合となっておりますがこれおそらく北部だと思いますけどね峰電機竜備との対戦ですまあ北部で活躍している印象のあるこの峰電機竜備まああのお互いに角があるので打撃戦でしょうかね打ち合い必死の風切り戦ですそして C の9番線見ていきますと元部闘牛組合から電空号対するは 株式会社新業天津藩は、えー、過去に全東闘牛大会で闘牛に負けてからですね、えー、読谷のイラミナーをグループが飼育していましたがその敗戦をきっかけに牛舎をトレード現在は宜野湾闘牛組合に場所を移しておりますさあ電空天空5対新業天津藩この戦いも面白いですよ で8番線上昇会員わさび VS 東照弁慶こう東照弁慶もあれこれももしかしたらデビュー戦ですがこれ沖ノ島さんかな東照弁慶体重9 5 0 k ロとなっておりますがどこか島根県沖ノ島じゃないかなちょっと分かる方がいたら情報お願いします、うん、対戦相手は 上昇会グループ上昇会わさびとの対戦だ今回の全東投球大会はあの2日間え2週に分けて行いますのでこういうふうにちょっとねあのまだデビューしたての牛とか先場所負けている牛なども入っておりますが、うん、これがどういう戦いを見せるのかですね東証弁慶は今回デビュー戦ですほうで7番戦天聖 第2代目手すり産業パンダこの天性は元の何でしたっけこれ急に名前変わってますね天性天に誠と書いて天性となっておりますが何だったかなこの牛はあ元の花夢元の花夢ですねはい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  対するは2代目手すり産業パンダ元沖縄軽量級チャンピオンの手すり産業パンダとの対戦ですおお南部闘牛組合牛主大城さんまあ元はこれ花夢とついていただけにやっぱ期待の持てる牛うーん確か徳之島からのあ名前なんだからここもちょっと情報知りておきますまあ手すり産業パンダは今年の正月大会ファイティング大吉に敗れてからの復帰戦ですね うん、掛け技を得意としている手すり産業パンダ全頭闘牛大会に帰ってきました、まあ、復帰明けというところでのこの気持ち精神面ですねうん、まあ、正月大会からだから約10ヶ月か10ヶ月の休養期間があったというのは大きいかもしれませんねこれが敗戦からのわずか数ヶ月だとまだ牛の気持ちが闘志、うん、が取り戻せていない まだ気持ちの切り替えができてなかったかもしれませんがはい、約10ヶ月休養期間を経ての鉄ク産業パンダ復帰戦ですさ、はあえ前途闘牛大会第1週おーもう1週目の今わずか4試合紹介しただけでもこれだけ盛りだくさんの内容えこれから6番戦5番戦紹介していく前に1曲まずはお届けしましょうお送りする曲は「風聡が歌います伝説のチャンピオン」いきましょう さあ伊波大の東急レ車をお届けしておりますよーはい、えー、今ですねこの東牛のさっき7番線2代目手すり産業パンダと対戦する牛天性というねこの牛が何なのかなって思ってたこれ情報入りましたいやとんでもない牛じゃないですかえー、っと徳之島のこれあれですよ元の臨床主任か はあえー、徳之島の元臨床主輪だというふうに情報来ておりますがわお徳之島では4戦全勝負けなしで来ております。ね、えー、っとあれがいつでしたっけ2月3月あの全勝対決として龍元アラジンとの試合を制し。 沖縄にトレードされてきました臨床主輪元久野島では今後軽量級のチャンピオン取るんじゃないかと言われていた臨床主輪がはあそっか沖縄にこう南部に来ているという話はなんだかちだっと聞いておりましたが早くももう沖縄デビューですねで対戦相手が元沖縄軽量級チャンピオンの手すり産業パンダわおこれは面白くなりますね臨床主輪が天性が どういう戦いを見せんのか相手は掛け技のスペシャリスト手すり産業パンダ面白くなりますなるほどほう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 でその上6番線見ると町井大城闘竜出てきました闘竜この牛はいいですよまだあの1回しか負けておらずえっ、ー、と敗れたのがおあれは2年前の秋の前頭かですよね,ねえ2018年の秋の前頭闘牛大会でファイティング大吉との試合でした ファイティング大吉とのあの試合なんといいですか皆さん闘牛というのは時間無制限で行いますね12分で終わることもあればもっと早くわずか10秒とか5秒で終わることもありますで長ければ20分30分戦うこともありますこの闘流2年前の全頭闘牛大会でファイティング大吉との試合ではなんと47分ですよ47分まあその時には敗れはしたんですがもう沖縄闘牛界に 衝撃を与えましたさあその投流、えー、その後復帰戦でも勝利し、あのー、今回全島東投球大会に出る天津飯にも先場所勝っておりますので勢いは十分です対戦相手は光弘ジャパンダまあ光弘ジャパンダあの打撃を得意としてるタイプではありますがうーまあこれまでのキャリアここ最近の試合を見るとまあ大方の予想では投竜優勢の声があるでしょう、まあ、ただこの道具武器があるので 桃竜が光弘ジャパンダの,あの道具に当たれだったときにそこでも問題ないのかよくねあの長期戦得意としてる牛でもこの武器によって相性の悪さでなかなか戦いづらいという感じる牛もいますので、はい、そこだけがちょっと気になるポイントではありますさあ桃竜この牛もねあのプログラム上でも体重 850kg なので今この軽量級がものすごく厚いんですよ今後手すり産業パンダとこの天性も絡んできますし え東流ももちろん絡ん絡できますここらへんの2番手3番手争いというのが今沖縄闘牛界盛り上がってきておりますねいいんじゃないですかそして C の5番線赤番ときました <laughs> 南部東牛組合この牛は初戦とかあんま目立った印象なかったんですけどももうなんだかんだで今何連勝だ6連勝5連勝もっといってる負けなしですよ はい、徳田浩に勝ったときからまたさらに評価を上げて、えー、なんだったら、こう、今回も中量級のタイトルマッチに行くんじゃないかという話も上がっていたぐらいの、今、相当勢いをつけてきているこの赤番頭です。はあ、いやー、なんかね、試合はこう大きく派手さはないんですが。 派手な印象はないんですよでも安定した実力を見せているというのがこの赤番と対戦相手にはレッドシャーク新やけな闘牛組合はい、えー、両方ともにねこのレッド赤という文字がついていますそうです赤牛対決です今回は赤牛対決として C の5番戦を行っていきますよおレッドシャークああこの人あれかえー、前回 元沖縄チャンピオンのマイシン竜に敗れてしまいましたがしかし敗れる前はその前は2連勝3連勝と勢いつけていた牛ですのではいこれもわからないですよさあどんな戦いを見せてくれるんでありましょうかえそれではこれ1一曲お届けしましょう何かけましょうかうーん まあ牛に関する曲いろんな楽曲がありますがちょっとレゲエバージョンでユードプラティの曲をおかけしましょうユープラう y o で歌う闘牛もうタイトルもまさにです何年前に作った曲かなこれ多分アルバムの中の1曲だったと思うんですよなんか南部から北部までドライブをしていくというような設定のアルバムだったと思いますがそこで中部に来た時にはこの闘牛のテーマにした歌だったんじゃないかなえい、ー、きましょうはい、ユー p プラティで闘牛 伊波大師の投球お届けしておりますさあ今週日曜日に開催される1年ぶりの全頭闘牛大会、秋の大会です。全10試合、先ほど5番戦赤番倒体レッドシャークまでお伝えしました。で4番戦、4番戦、これはいいですね、好カードですよ。赤組、元の名前はナチュラルパンダこと、伊波重機昭和53年生。 考えた頃牛の名前じゃないよねいやこれまでの下のいくとまあ株式会社新業天津飯とかねまあ一応企業名がついてもなんか牛っぽいじゃないですか峰電機劉備とかうんえー、っとこの牛株式会社伊波重機昭和53年生すごい牛の名前ですねいや ハジュキ昭和53年生何々号とかではなくはい昭和53年生考えたらすごい名前だなで対戦相手ははい黒猿きましたおー僕は今回ねこれタイトルマッチ以外ではこれが一番楽しみにしているカードかもしれないですねこの第1週に関しては黒猿そっか今本当に考えたら黒猿もそうですし 軽量級の争いが2番手争い3番手争いがものすごいことになってきてますねうんうん黒猿元の名前はパンタこの時のデビュー戦の名前がパンタというちょっと弱々しい名前だったからあのねデビュー戦あんま意識してなかったんですよところが、えー、デビュー戦がーあれは三月ジャパンだ三日廣ジャパンだに16分くらいで勝って でその後もいい内容で勝負するなということから評価が上がったのが石山きらぼしかとの試合でも勝利しあれこの牛は今後ちょっとクセモ者だぞというような今頭角を表してきております、えー、と長期戦のイメージとにかくこう守りが固くてですね、うん、いつもなんか15分を超えているイメージですねで対する伊波重喜昭和53年生この牛に関しては元徳之島あのー えナチュラルパンダ、えー、5代目戦勝若敵テッシュでしたっけもうやっぱあのー、印象としては速攻ですね速攻お角はねちょっと横開きの道具なんですがこれを懐飛び込んでからのこの速さもう一瞬で相手を柵際まで持っていくあの速さです、はい、もうなんか角を引っ掛けて相手のこの喉元とかに月が見えたらそこに飛び込んで もう腹取りで勝負を決める沖縄での勝ちパターンももう全てがそうです。はい前頭投球大会の時にもやっぱり勝負を決めたのはこの速攻、腹取り。うんね、これだから試合の見方とすると長期戦を得意としているクローザル、ね、クローザルはやっぱりこの相手の速攻を封じておきながら時間をかけてなんとか長期戦で勝負、ね。対する53年生としてはやはり勝負を決めるポイントはこれ速攻のはずなので。うん なるべく早い段階でこれ懐を飛び込めるかどうかここだと思いますねこれ体重はどうなんでしょう当たってんのかなクロザル8 3 0キロに対し、えー、53年生は9 4 0キロとなっておりますおおこれプログラム通りだと1 0 0キロの体重差がありますがそこまではさすがにないんじゃないかな一応この昭和53年生元のナチュラルパンダの関係者牛主にね 聞いて今後軽量級にはいかないんですかという話をしたら軽量級に落とすにはちょっと体は大きいというようなことを言っていたのでなので今後はタイトル争いをせずにうん同じそうです、ね、900ちょいぐらいの牛との対戦が多くなっていくのかなうんまあいわゆるなんだろう900前後の牛。 というのはどうしても体重がちょっと中途半端だと言われていて軽量級の850にタイトル挑むには無理をしないといけない減量、ね、があるかといって中量級で戦っていくにはタイトル争いではうんやっぱ体重が軽いちょっとこの間のね階級が少し難しいところでありますが C の4番戦違反重機対この黒猿速攻対この守りの黒猿これは、はい、もう間違いなく面白い戦いになると思いますよまあ前評判でも どうだろう試合の予想もこれ意見闘牛をずっと見続けているクロートの中でも割れてるんじゃないでしょうかねそれほどまでこれ予想は難しいと思いますさあそして C の3番戦金太郎対伊豆花形の試合ですはいこの試合もうどっち上が勝っても早いでしょうねもう打撃戦ですよ 金太郎もトガイズのから繰り出すあの割り技、突き技もうバチ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 もう2、3分間のあのバチバチですもう打ち合いで対する伊豆花形ももうやっぱ短期戦のイメージなのでどっちがこう前半一気にこう波状攻撃割り技を仕掛けていけるかここだと思いますよ、うん、はい皆さん言ってきます C の3番戦の、ま、時にははいトイレはいけませんあっという間に多分これ決着がつくという予想でここで、えー、1曲おかけした後にタイトルマッチ 紹介ししていきましょう1曲かけて CM の後にいよいよ軽量級中量級タイトルマッチの見どころについて紹介していきますお送りするナンバーは「おーなんだこれ牛ドゥタ」からいきましょう 東牛列で生放送でお届けしておりますおあっという間でもう時間10分ぐらいしかないですね、えー、紹介していきましょう11月8日第113回秋の全島闘牛大会、えー、軽量級チャンピオン大臣たくまお今度で2回目の防衛戦ということになりますねえー、前回は11月に行われました全島闘牛大会1年前です初防衛戦の相手は宝山 わずか16秒だったかなお秒殺 KO でしたはい今回が2度目の防衛戦さあ2回目の防衛戦に出てきましたのがこの牛ですファイティング大吉この番組のスポンサーでもありますおでん大吉がねこさんの IQ ファイティング大吉2回目のチャレンジですねファイティング大吉はあーっとあれは2年前でしたっけ初めてのタイトルマッチが ね、2代目姫売りゴ5との勝負でした、はい、初めてのタイトルマッチの時にはですね当時のチャンピオン姫売りゴ5の前にわずか9分で敗れてしまいましたところがこの負けた後の復帰戦も豪州彦星豪州、まあ、彦星も、ね、その当時は今後軽量級チャレンジャーでいくんじゃないかと言われていた牛をお15分の長期戦で破りで先場所は 今年か、1月1日新春北部闘牛大会において、えー、見事でしたね、あれが対戦相手が2代目手すり産業パンダです。そうだからタイトルマッチで負けた後の復帰戦もちゃんとこれ軽量級トップランカー戦っての2連勝なんですよ。 彦星と手すり産業パンダに勝てたというのはやっぱこれ印象強いと思いますようんまあ誰もが認める形で今回軽量級チャレンジャーとして名乗りを上げましたただこれでやっぱ気になるポイントがお互いの体重ですね体重軽量級というのは8 5 0キロ以下というふうに決められております先月行われました闘牛の体重測定は1ヶ月前に行うわけですが大臣宅間を 8 4 0キロで軽量をクリアそしてファイティング大吉ファイティング大吉は7 2 0キロでクリア小さいですね小さいな7 2 0キロっていったらもう徳之島でいったらミニ軽量級ですよミニいやこの段階で1 2 0キロの体重差っていうのは結構なハンデですよまああの 重量級とか1トンクラスね1トン100、1トン200の100キロとはまた違って軽量級での100キロの差というのはこれはかなりのハンデでしょうね、まあ、ただファイティング大吉え過去には自分より100キロ以上重い東龍との試合では47分戦い続けて最後は下出しからの逆転勝ち見せたしです、まあ、勝負根性スタミナにおいてはもう全く問題なしの ファイティング大吉ただ、やっぱこれ気になるポイントは大吉、まあ、相手が家け牛とか、まあ、押してくる牛こうがっぷり四つの試合だともちろんこう相性が良くて30分以上も戦えるんですがで沖縄に来てのこの初黒星、あのーフォーザンンヤであの二代目ひめゆりゴーとゴーの試合ではわずか9分だからあのー、ここがちょっと気になるポイントですね。 竹馬王はやっぱ都会頭脳を使っての割り技しかもあの開始早々に一気にトップギア様子を見,見ずに角合わせと同時にですね都イズ脳を使ってのあの割り技波状攻撃またこれが攻撃が止まらないのでこれを大吉がまずはこの立ち合いをどうするかですようん相手に武器を使わせずに前に出て密着してすぐかけてしまうのかうん または相手の攻撃から生まれる隙を狙って腹取り狙うのかいずれにせよ、やっぱ拓磨をチャンピオンの割り技をなんとかかいくぐるか止めるかをしないと厳しい戦いになるはずですのでここはまずは僕は開始23分の立ち合いに注目しておりますはい内陣拓磨対ファイティング大吉そして中量級の優勝旗争奪戦中量級は9 5 0キロ以下のタイトルマッチ チャンンピオンフルゲンモータース王龍にほほじろ力丸来ましたよこれももう最近もいろんな牛関係者と居酒屋であったり牛具合で話をしますがもういろんな牛関係者の中でもこれ予想は割れていますねいやあれが強いんじゃないかいや今回はチャレンジャーがいいぞとこれ予想難しいですフルゲンモータース王龍もうベテラン牛です、ね、沖縄中量級チャンピオンに輝いてから今回が2回目の防衛戦 対戦相手は全勝のの若牛、年齢6歳の頬白力丸。王龍が多分年齢が12歳か13ぐらいだと思いますが12歳かなもう年齢が半分ぐらい違いますそんなベテラン王龍に対し若牛のイケイケのほほじ力丸、まあ、王龍の得意パターンというのはもう皆さんご存知、掛け技ですね相手の角を引っ掛けて首を曲げる掛け技を得意としている 対する,頬まる、まあ、デビュー戦から長期戦で沖縄でのあれは何戦目でしたっけ34戦目には宝山とも30分以上戦っての勝利スタミナ的にはまず問題はないですでそこが知れないというか今までの対戦見てもあんま派手な内容では勝っておらずやっぱこのうちも安定した戦いぶりうんド派手な何か一発で勝ってるというよりも もう安定した戦いいぶりで勝っていますねえ前回の白龍との試合でもそうでした。はい、ベテラン牛白龍を圧倒しての勝利。まあ、この牛ももちろん今回誰もが認める形でのチャレンジャー。で、ほほじろ力丸チャレンジャーのヘントナ智也さんとしては3年前に自分が勝っていた中量級チャンピオン、ヘントナ牛丸のタイトルを奪ったのはこの王龍なんですよ。だから3年越しの 違う牛でのリベンジを狙っています。で対する古典モーター操竜、佐久間昌秀さんは今回、もう王龍は沖縄で戦わせすぎたとあと年齢のこともあるし今回はもう引退試合と決めているそうですね。佐久間さん、勝っても負けても引退とは言いませんでしたよ。勝って引退とはい、勝って引退というふうに語っておりました。さあ いよいよ今週です11月8日第113回秋の全統闘牛大会開催となります、えー、皆さん今日オープニングでも紹介したようにチケット当日券というのもありませんすみませんがもすべて完売しておりますすべて完売しております当日券はございませんそしてチケット手に入れたという方はですねあらかじめ裏面の方に住所、氏名、記入項目がありますのでそれ書いてもらえた方が当日スムーズに 受付すすることがでできますのではいいいい事前に書いて,おいてください会場で書くとなると混雑が予想されますので事前に書いておいてくださいねまた記入者以外の転用も禁止となっております必ず記入者がこのチケットを使用してくださいあと 会場では今回はパーラーはありませんので出店業者もありませんので飲み物、食べ物につきましては皆さん各自で準備お願いします。持ち込みは可能となっております。ただ会場での販売はございませんのでそちらも併せてよろしくお願いします。はい、そしてスタジオにははい今、携帯の着信がうるまして一番多いであろう。 東急事務局長玉木正也さん。はい。さっきも携帯で、今週は。携帯で爆笑した。はい、今回。もう、会ってから、いつも着信履歴見るのがお楽しみになってから。さっきも見たら、もう、むる牛からや牛関係者から、三四十件の着信履歴。なんか、仕事は大変みたいな。そう、さっと。もう、午後時から。そう、もう。ぱらないでよ、みんでよ。え、何々さん、何々組合とか、全部牛関係者からの電話。はい。 ああの休養じゃない限りの方はあの電話をなるべく控えていただきたいなとあのマネージャー平らの方が休養に限りマネージャー平らの方があもうマネージャーもできるんだもうありがとうございますスクリーンショットしてから Facebook 上げたら今日もこれだけの着信が来ましたですねまあ近々ねもう今週ですからね皆さんで楽しんでね行きましょういやねでも本当にようやく開催ですねはいもうやったですね 本当に、うん、楽しみだねいや楽しみですよもうチケットないないしてはいるけど <laughs> ないないしてるけどま,ま,まだ俺にも問い合わせくるなもう今回すいませんねどうにかならん多分ねどうにかならんかの問い合わせも来るわけそうなん、ね、ですよでならんわけよこれが、うん、もうね仕方ないよね俺今日女ンの結構大きいホテルの支配人からの依頼も断った <laughs> すいませんって言って、マジでないんですってもうね今回はねコロナっていうことで、もう本当に申し訳ないんですけど、平小泉も見れないさ、それで前日、闘牛場のフェンス乗り越えて、トイレで隠れてるとか、やめてくださいよ、マジでよ、マジで、本当にそうで怖いわけよ。 脱ぎばい禁止ですよ。あもう脱ぎばいはね、ご了承ください。よろしくお願いします。脱ぎばい禁止ですよ。大きく考えるときは脱ぎばい禁止。スタッフがあの T シャツを着ても面白いな。面白いな。脱ぎばい禁止。そうそうそう。自己責任でって書いてあって。さあ、今日のユ後にも俺、このなども放送やっていきます聞いてください。この番組はやら投球ビデオ。 居酒屋牛芯プティフールおでん大吉上村酒造菊花工務店徳之島居酒屋よいよい石川サービスステーション各社の提供でお送りしました、はい、今週東急大会ですよ <laughs> 皆さんチケット手に入った方一緒に楽しんでいきましょうこっから体調管理しっかりしてくださいね